とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、使ってなかったアーティファクトがあって、使ってみようと思います。それが、これ。はい。スピンブレード。まあ、風車みたいな形してるんだけどね。投げた時に、こう戻ってくる。まあ、ブーメラン的なやつだよね。ネザーアップデートから登場して。まあ、持ってるけども使ったことはないっていうやつだね。ただ、戻ってこさせるだけじゃなくって、戻ってくるときに、一回避けると、こんな感じで、自分の周りをぐるぐる回るんだよね。これをうまいこと使っていければ、強いんじゃない？こういう感じで。自分の周りをバリアする感じで。まあ行ってみようか。使ってみないとわからない。では行きましょう。まあ絶対ね、一撃で倒せるってことはないから、キノコ入れて攻撃しながらやってみよう。え？これ効果ある？微妙じゃないか。うん、やっぱりね、この状態で今の俺のレベルで60万ぐらいダメージ与えたところで致命傷にならないんだよね。え、これこのいう使い方で合ってるよね。うん、これどうなの。もうちょっとこうガシガシ当たってくれれば違うんだけどね。お、あ、これはアーティファクトはそうか、力のポーションとは関係なしか。これもしも使うってんなら攻撃力が全然足りてない。あ、これを入れるぐらいなら別のやつ入れた方がいいよ。こんな戦い方、お、なんかイマイチな気がするけどね。いや、もうむしろ動きが速い方がこの避けてぐるぐる回らせることができるから、これはマントかブーツを入れていって方がいいのかな。おい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 。スピンブレード意味ない。これうん、なかなかこれぐらいのダメージじゃとてもじゃないけどちょっと使っていけないな。あ、まあ一回ちょっとボス行ってみよう。ではスピンブレード2のマントで行ってみようか。こういう感じでぐるぐる自分の周りを回らせる感じ。いや、ダメージがしょぼすぎる。とてもじゃないけどこれ勝てない。自分の周りをこうバリアのように回らせはするけど、ああ、火力不足、火力不足ももういいところだね。こんなぐらいじゃとてもじゃないけど倒せない。雑魚すら倒せない。うん、このアーティファクトはちょっと外れだな。これ大外れのやつだ。はい、ということで今日はスピンブレードを使ってみました。多分使い方はこういう感じで当たってると思うけど、火力が低すぎて、まあ今のところ使い物にならないアーティファクトとなってます。ちょっとおすすめできないな。まあまたね、出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。